コスツノリドは天然に存在するセスキテルペンダクトンの一つ。1960年に木工の根から初めて単離された。また、レタスにも含まれている。コスツノリドはメバロン酸経路によって合成される。まず、セスキテルペンシクラーゼであるジャーマックレン、エーシンターゼによるファルネシルにリン酸の肝化が起こり、ゲルマクリルカチオンが形成される。この同じ酵素内で、 プロトンが失われゲルマクレン A が形成される。ゲルマクレン A のイソプレン速さは次に、シトクロム P450 であるジャーマックレン、A ヒドロキシラーゼによって、ヒドロキシ化され、ジャーメイクラマイナス1、4、11トリンマイナス12オルが形成される。など、依存性ヒドロゲナーゼが次に4を参加し、中間体ジャーメイクラマイナス1、4、 11トリーンマイナス 12R を経由して、ゲルマクレン酸が形成される。次にナットフ及び、王に依存的なシトクロム P450 である、コスノライドシンターゼによって、ゲルマクレン酸が酸化され、アルコール中間体となり、7はラクトンカシコスツノリドとなる。ありがとうございます。